でもう一曲完成です。やねえな、メロディー作ってねえな。でここまで来てからメロディーを考えるんですけど、ありがちなやつでいきたいと思うんで、 A メロ B メロ全部デスボイスでいきます。一番メロディー作るのが難しいって人が多い印象なんですよ。なんか周りで作曲できないっていう人の話を聞くと、メロディー、歌メロが作れないって人が多いんで、そこが負担になると考えたら、もうメロディーを無視したデスボイスとかシャウトをしちゃえばいい。まあ、に解決してるかと言われるとそうではないかもしれないんですけど、今回の曲はノリ重視なんで、デスボイスで A メロ B メロを勢いよく言って、でサビでやっとメロディーをちゃんと歌うという構成。まあ、よくビジュアル系でよくあるっていうか、サビだけやたら聴きやすいみたいなやつ。まあ、本当ギターソロ作る感じで俺が作っちゃってるんですけど、基準って言ったらかもしれないですけど、基準が2弦の6フレットと5フレットのここら辺、ここがメイン、ここを基準にした方が作りやすいです、個人的に。ドレミアソラシドなのかは分かんないけどこれがスケールってやつなんでしょうね。正直これは分かってないっす、そこら辺。まあ、そんなもんでも曲が作れるってことです。まあ、ちょっと試しに流しながらやります。すげえ、まあ適当、今すげえ適当にやったんであれですけど、そういう感じで音域が人によるんで歌いやすいところかなっていうので使ってます。で、まあそれ以外も別にこうやって弾いてて違和感ないなと思ったら使っちゃっていいと思うんで、一応そこを、その音が目安で、そこの音だけでも作れるよっていう話なんで、そんな感じで作ってみてください。ということで、初なんで、もうすげえわけわかんない説明になっちゃってるかもしれないですけど、わかんなかったら、まあ、コメントとか、まあ、Twitter の DM とかでも送ってもらえれば、答えられる範囲では答えようと思っておりますので、まあ、なんかわかんないことあったら、気軽に、コメントとお願いします。ではいい曲を作れるように頑張りましょう。ということで、長い時間ご視聴ありがとうございました。